はい、どうも、こんばんは。今日はですね、2017年、10月の4日、4時55分です。朝方ですね。ワドツです。おはようございます。楽しんでいってください。よろしくお願いします。筑前煮どんな感じですか？今食ったけどうまかったよ。俺が作る筑前煮って感じで。うまかったね、久々食ったら。まあ、手前味噌でね、あれなんですけど。まあ、料理は、まあ、好きですね。楽しかったっす。うまかったっすね。のんちゃんも美味しいって言ってくれたし。まあ、あんなもんね、誰が作ってもうまくなるんだ。誰が作ってもまずくなる要素なんか何もないんだから。まあでも、料理配信ね。どうだったの？見てて。結構閲覧170ぐらいあったけど。どうなんだろうね。料理うまいも下手もないと思うけどね、あんなもんには。誰でも作れるし。でもまあ、ね、一手間かけたら美味しくなりますよ。うまかったですよ。まあ普通の家庭の味だよな。筑前煮がまずい家とか聞いたことないもんな。
おはよう。やなラッキー、おはよう。おはよう、成田さん。おはよう。筑前煮うまかったよ。美味しかったっすよ。家庭料理って感じでね。ちょっと味付け俺の料理だから濃かったけど、美味しかったですね。お袋の味。筑前煮ってね、すごくシンプルな料理だよね。すごくシンプルな料理だと思うな。お水取ってきますね。和食になるのかな？和食か、あれは。
おい、ボロンジェさんいらっしゃい。ニルバーナはどうです。どうも。宇宙の真理を手に入れました。何でも聞いてください。僕のことブッダって呼んでいいっすよ。ああ、ついにニルバーナ来たよ。生きる意味はありません。ないです。ありません。ないです。ないです。ありません。生まれてきた時にすでに完成形だから、生まれた時ゴールだと思ってください。はい。あとは余生です。楽しんでいきましょう。鳥と卵どっちが先ですか？ああ、いい質問ですね。卵を産んだのが鳥だという発想がまず間違いね。多分ね、最初は卵なんですよ。ただ、産んだやつは鳥ではないです。鳥ではない何かが卵を産みました。で、鳥が生まれました。だから卵と鳥は同時です。はい。あ、亀尾いらっしゃい。ゴミくずイヤホイとはどんな意味が込められてますか？ワドズです。ゴミくずイヤホイの中には全てが詰まってますね。はい。悟りのマンダラですね。マンダラじゃない、マントラです。意味は体感するものだから、ゴミくずイヤホイって心の底から叫んだ時に何かが見えるはずです。呪文に意味はありません。ただ心の底から叫んでください。ゴミクズイヤホイと。その時にあなたは何かが見えるはずです。可能性とは和道さんはどう感じますか？そうですね。赤ちゃんの時、生まれた時、可能性の塊ですから、僕は常に赤ちゃんでいたいと思ってますね。はい。可能性だけを含んだ男でありたいと思ってます。年を取るごとに可能性が低くなっていくんで、可能性だけは人一倍。はい。あ、ついに来たか、鮫島さん。かっけえな、鮫島さんの銃。ついに届いたか。私は寝ようと目を閉じると、いつも大勢の人が耳元で念仏を唱えてくるのですが、やっと私は完成したんでしょうか？病気です。あなたに必要なのは、精神科医です。今すぐ病院に行ってください。病気です。レッツゴー。
解説、解脱した感想をお願いします。特にないっすね。 初めての人に会うとなぜ緊張感が起きるんだろうが、やっぱり警戒心なんじゃないの。人は傷つきたくないから。傷つきたくないんでしょう。たくさん傷ついた方が優しい人間になれると思うけどね、俺は。まっすぐな人が好きです。でもそこにはすごい面白いことがあるかもしんないよ。すごいドラマがあるかもしんないよ。ドラマ大事でしょう。見えない恐怖のプレッシャーはどう勝てますか？プレッシャーを感じなくなったら終わりだと思ってるんですよ。結構これはマジな話をすると、プレッシャーを感じるってことはその物事に結構本気で取り組んでるからだと思ってて、でその俺そのプレッシャーとかあんま感じないようになってるけど、プレッシャーを楽しむことが大事だと思うの。そのいい緊張感がないとやっぱり本気で取り組んでる感じも出ないし、でプレッシャーを感じないってことはだれてる証拠だと思うから、だからいいんじゃないの。恐怖とプレッシャーは違うと思うけど、プレッシャーはかかった方がいいと思うよ。そのパフォーマンスは絶対上がるから、プレッシャーに強い人は。プレッシャー味方につけるやつは本物だと思うね。自分にこう期待をされてるわけだ。でその期待をバネにできる人っているから。ショーシャンクいらっしゃい。でその恐怖自体は感じる必要はないとは思ってる。恐怖とプレッシャー全く別物だと思ってて、人からの期待っていうのは受け取っていいもんだと思うけど、恐怖自体からは何も生まれないから。恐怖っていうのはそのやりたくない理由付けだからさ。必要な練習だけど楽しめないとき、その練習にどうやって向き合ってればいいと思いますか？やらない方がいいですね。あの練習に失礼、練習に失礼。乗ってないときは何やってもダメですね。根本的にやりたいことやるべきだと思うんで、練習を楽しめないやつは本番絶対うまくいかないから、その物事自体やめちまえっていう。あなたが本当にやりたいことをやりなさいっていう、そう思います。岡ちゃんおはよう。それ本当に必要なのかって。人間の本能を甘く見ない方がよくて、あの人間の本能ってすごいよね。でやりたくないことってやるべきじゃないことなんだよね。やるべきじゃないですね。アイテムなし、おつ、お前次からブロックな。次余計なこと書いたらブロックな。
イエローカードだ。1時間ぐらい無理やりやりたくないことをやってたら普通に練習できない。ちょっとごめん、何言ってるか分かんないわ。分かんないです。やりたくないことをやる人っていうのは俺にはできないことなんで、俺に質問しない方がいいっすよ。僕はやりたくないことはやるべきじゃないことだって定義づけしてるんで、やりたいことをやるべきですね。目的がしっかりしてるんなら、目的が自分のやりたいこと、ゴールが自分のやりたいことだったら練習に毎日ちゃんと励めるはずなんだ。ゴールが間違ってるんだと思う。ゴールが間違ってると日々のやりたいことがずれるんだ。だから俺が言ってるのはそこね。人の書いたシナリオで生きてないかっていうこと。自分のシナリオ書けばいいじゃんって。やりたいことがない人間がどうすれば、やりたいことか、やりたいことがない人間、やりたい人とかリーダーに乗っかっちゃうっていう方法があるね。こいつだっていう風に見つけた人間っているじゃん。こいつといるとワクワクするとか、夢を与えてくれる人間っていうのはいるから、そこはリーダーに乗っかっちゃう。いや、競馬の馬、こいつにかけてみようかなって。それもそれでありだと思う。ただその乗っかるときは全力でね、半端な気持ちじゃなくて。資格は別に意味がないとは思わないよ、全然。資格は全然ありだと思うよ。だから取りたくもない資格をコレクションしても意味ないわな。なんか人生のすべてが意味のないこととも言えるし、人生のすべてに意味があるとも言えるの。だから覚えておいてほしいのは、解釈っていうのは無限にあるわけだ。解釈っていうのは無限にあるの。事実っていうのは一個しかないの。その解釈の幅は変えられるから、だからどう解釈していくかなんじゃないの。自分にとって都合のいいように、自分の人生が楽しくなるように、いかに解釈の幅を変えられるか。俺はそこに尽きると思うけどね。教師前、教師向き？ああ、よく言われるけどね。俺は全然知識も教養もないから、教師なんてやるつもりもないけど。たまに言われるかな。先生とか塾講師とか向いてそうとか。人の生き方に干渉するつもりはないかな。例えばそのゴルモアがバカにされないように資格たくさん取ってるって言ってたけど、それだけでしょ。ただ、バカにされたくないんでしょ。俺はもっと根本的な問題だと思ってるから、資格取ったらコンプレックス解消できるのかって言ったら分かんない。でもしゴルモアさんがそれでコンプレックスを解消できて前向きに生きられるんだったら、それは素晴らしいことだと思うけど、俺はそういう風には感じないかな。すげえやつは何やってもすげえと思ってて、すごくないやつは何をやっててもすごくないってだけだと思ってる。そうそう、意味があるかどうかは本人次第だから、人の夢とか人のやってることをバカにするつもりは全くないかな。本人がやってることは本人がただ単にね、やればいいことだから。だから別にゴルモアさんにはゴルモアさんのルールがあるわけだ、ライフスタイルがあるわけだ。俺には俺のルールとライフスタイルがあるから。雑談力はやはり情報も取り入れていくのもいい。
なんだろう、雑談力って俺別にないと思ってて、雑談、人生の経験であったり考え方の面白さであったりとか、あと間違うことって大事だと思ってるのね俺。面白い話って基本的に間違ってる話だから、だから間違いを恐れないっていうか、なんかいつも言ってるんだけど、面白いことを言う人、面白いことを言うんじゃなくて面白い人になるっていうのはいつも心がけてますね。面白い人になっちゃえば何やっても面白いんで。俺ももう少しで悟りそう。おやばぞ、いらっしゃい。凡人が天才に勝つ方法は、俺よく思うんだけど、天才なんていないと思ってる。天才なんていないと思ってる。逆に言ったら誰でも天才になれると思ってます、僕は。ただ向き不向きはあると思うけど、自分が天才でいられる分野を持つっていうことが大事なんじゃない、自分が一番でいられる空間を持つことっていうか、それが多分合ってるんでしょう。で、大体その自分が苦手なフィールドで戦っちゃうんじゃないの。あと誰かに勝つとか誰かに比べても何にも意味がないと思ってて、ただ単純に好きなことを追求していくっていうのが豊かになることだと思ってる。だから好きなことをやろう。ワクワクすること、好きなことをやってればいい。アイテムありがとうね、やばぞ。夢は逃げないよ。おはよう、カルンさん、アイテムありがとう。サムネ変えたね。サバゲの準備進んでるの？いや、まだ買ってないけど、月末までにちょっと用意しますとは言ったけど、売り上げ上がってから買おうと思ってるね。先月ちょっと支払いが大変だったから、ちょっと花火でお金貯まってから買おうと思ってます。まあ P90 買えばまあなんとかなるから、そっからゆっくりゆっくり毎月揃えたり、2ヶ月に1回揃えたりとかして、ちょっと楽しみにしてるね。テルチャンピンとサメ島さんとヒカルくんと俺がやることになってるから。もうね、リーダーのサメ島さんはもう銃買ったみたいだから。花火ありがとう。覚えてるよ。ありがとう、カヌンさん。花火いつもありがとう。なんかその仕事でも何でもそうだと思うけど、自分の役割みたいなものを持ってる人は強いと思うよ。これは俺に任せろっていう、これなら俺に任せてくれっていうのを持っとけばいいんじゃない。いや、結構本格的にやるみたいよ。本当の傭兵にはなりたくないな。やっぱ戦争は嫌いだから俺は。フィールドデビューするって。なんか、他のチームに所属するって言ってたね。とりあえず勉強で。で、ノウハウ学んでから持って帰るからって言ってた。パフェありがとう、ヤナラッキー。ありがとう。みんなアイテムありがとう。
いや、千葉じゃなくてね、多分横浜とか都内、多分横浜中心にやっていくと思うね。で、別にフィールド千葉まで行ってもいいと思うけど、まあ、車、俺と鮫島さんで車を出して、で、メンバー集めてリスナーさんとか配信者を車乗っけてみんなで移動しようって言ってるね。のんちゃんも1ヶ月後手治るから、そうしたら、のんちゃんスナイパーやるって言ってる。サバゲーでネタでやりたいと思いますか？それとも実際やりたい？おー、トトさん、おはよう。花火ありがとう。トツさん、いつもありがとうね。おはようございます。楽しんでってください。ネタでやるっていうか、鮫島さんはガチでやるって言ってた。結構プライベートでも話してるんだけど、遊びなんだから真剣にやろうなって。体も鍛えるし、本気でやろうと。遊びには本気でやろうな、俺らはっていう。で、まあ、俺らの鮫島さんと話してる夢っていうのが、まあ、1ヶ月に1回自分たちで貸し切りのイベントやって、配信も回して、で、参加費1人5000円ぐらいで、みんなでオフ会みたいな感じで、配信回しながらやって、なんかチーム上手を盛り上げていこうぜっていう、そういう感じかな、俺らが今目指してるのは。で、まあ、俺はチーム上手のメンバーでナンバー2やってるから、まあ、盛り上げていきたいなと思ってるね。で、チームジョーズの中でもやっぱり寄り目団っていうのがあるらしくて、チームジョーズがでかくなってきた時に、分派で寄り目団ができる可能性があるんで、まあ、もしね、リスナーさんでサバゲーやってみたいっていう初心者大歓迎なんで、よろしくお願いします。一緒に定期的にやっていきたいっていう人いたら、ぜひぜひ声かけてください。募集してますよ、ラインを。のれん分けっつうかね、なんか少数部隊、少数部隊作っていかないとね、やっぱり。でもチームジョーズっていうのは結構、ね、かっこいい名前かなって。ジョーズだから。ジャパンアンチワークスペシャリストか。働くことのアンチ。要は働きたくない人たちのスペシャリストっていう、すげえかっこいい名前があるんで。で、服装とか結構自由にやってるんで。まあ、最終的にはワッペン作って、PV とかサイトとか作って、なんかこう盛り上げていきたいっていうか、写真撮ったりとか。そういうノリです、僕らは。名前のセンスはいいよね、上手はね。サバゲーやってみたさあるけど、仕事で育児があるからできねえ。 まあ、そういう人は放送楽しんでください。上手の中隊だね、寄り目部隊は。チームジョーズのグッズは作っていこうねっていう話はしてますね。チームジョーズの、情報、やっぱどんどん出していきたいっていう。ロゴとかも作っていきたいね。どんなロゴになる？やっぱサメっぽい感じになるんだよ。上手だから。サメっぽい感じになる。寄り目隊のロゴはこれだからね。寄り目隊のロゴかっこいいでしょ。昨日サムネイル更新したんでね。
かっこいいでしょ。いいでしょ、いいでしょ。結構気に入ってる。前々からね、顔半分しか写真撮ってなくて、これ元の素材が顔半分だったの。だからバランス取るためにドクロ入れたいなと思ってたんだけど、写真の加工に手間取ったけどね、やっと作れたんですよ。結構気に入ってるかな。ちょっとドクロの方が半笑いなのがいいよね。結構気に入ってます、これは。センスある？ありがとう。結構昔はセンスなかったんだけど、ゆっくりゆっくり覚えていって、自分のやりたい表現を覚えていって、だいぶ完成して、結構フォトショップの使い方上手くなったよね。最初の頃はクソダサかったんだけど、まあまあかっこいいデザインで作れるようになってきたんで、あ、いい感じだなと思ってますね。コードクロもなかなかかっこよく加工できてるし、結構気に入ってますね。昔から独学で少しずつ少しずつ覚えていったんですよ。はいはい、いってらっしゃい。ありがとね。いってらっしゃい。
ありがとう、配信頑張るよ。ハートありがとね。いってらっしゃい。ゲームやる？ゲーム。ゲームあるかな？面白いの。ゲームやろうか。ファミコン配信どう？ロックマンやりてんだよな。ドラクエやる？なんか面白いのあるかな？ソフトがねえな。筑前煮うまかったよ。美味しかった。暇だね。なんか面白いのねえかな。なんかやりたいね。
ウィキペディアをザッピングする枠やる。ウィキペディアをザッピングする枠。ウィキペディアちょっと開くか。ウィキペディア。すまんすまん。ウィキペディアってなんで面白いんだろうね。はまらない？ウィキペディア何からいこうか。なんかウィキペディアで面白いのある？ウィキペディアで。面白いウィキで探そう。面白い。ドナー体、食事にせざるを得なかった日、これ面白そうな。ドナー体いきます。ドナー体、あるいはドナーリード体とは、1846年5月にアメリカの東部からカリフォルニアを目指して出発した開拓民のグループである。ほうほう。さまざまな事件や誤りのために、なんだろう、旅歩道は大幅に遅れ、1846年から1847年冬をシエラネバタ山脈で雪に閉ざされて過ごすこととなった。すごいな。開拓民の一部は生存のため人肉食に及んだ。この当時アメリカ西部への超馬車による旅は通常4ヶ月から6ヶ月を要した。しかしドナー隊はユタ州のワサッチ山脈とグレートソルトレイク砂漠を横断するヘイスティングスの近道と呼ばれる新ルートを開拓した結果、大幅な遅れを出すこととなった。荒れた地形と今日のネバタ州内にあるフンボルト川沿いの旅、なんて呼ぶんだろうこれ、旅艇で遭遇した様々な困難のために多数の家畜と超馬車が失われ、グループ内にも分裂が生じた。1846年11月初頭、一行はネバタ山脈に差し掛かる。しかし早い冬の突然に伴う大雪に見舞われ、高地に位置するトラッキー湖、現在のドナー湖付近で雪に閉ざされてしまう。やがて著しい食料不足に陥り、11月の半ばの時点で幾人かは助けを求めて徒歩で出発した。カリフォルニアから、救援が出発したが、救助隊によるドナー隊の発見は1847年2月の半ばまで遅れ、この間一行が遭難してからほとんど4ヶ月経っていた。結局一行87人のうち生きてカリフォルニアに着いたね、48人、半分ぐらい死んだんだね。多数が生存のために、人肉を食べていた。すげえ。歴史家はこれをカリフォルニア州と西部開拓史における最も奇怪で、なんて読むんだろう、人権を引く惨劇事件の一つとしていると。すごいね。すごいけどあんま面白くない。暇だな俺ら、なんか面白いことやろうよ。暇だよ、暇暇です。暇だな。
なんか面白いことねえかな。初コメありがとう。語りと優しい音楽、明け方にとても癒されます。ああ嬉しいですね、そう言ってもらえると。もともと放送はロムで見てたのかな。ありがとうね、ゆきしさん、楽しんでって、これからも。ありがとう。頭と耳がめちゃめちゃ痛いんだよな。病気なのかな。まだ治んないよ。いつもロム線でしたので、ウィキ検索面白くてついコメントしてみました。深井くん、ああ事件好きなんだ。うん。今小室直樹さんの本読んでるけどね。トツマチやる？なんか不思議な話とか霊体験トツマチとかやるじゃん。どう？心霊体験とか宇宙人に会いましたとか、なんか奇妙な話とかそういうトツマチやらないですか？どう？なんかもうネタの、もう俺の引き出しももうほとんどないから、リスナーさんで面白い体験してる人とかいないかな？ちょっと探してみようよ。とつまちやろうか。 OK。 うん、じゃあちょっと枠取り直します。次枠見てくれる人はフォローお願いします。お前コメント欄荒らすなよ。
バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。